アフリカに生息するツツバエは人間や動物の血液を吸って生きています。特にツツバエはトリパノソーマという寄生虫を媒介する虫としても有名です。もし人がこの寄生虫に感染したツツバエに刺されると、刺された人はトリパノソーマという寄生虫に感染し睡眠病にかかります。睡眠病にかかった人には発作やナルコレプシーの症状が見られ、ひどい場合は死に至る場合もあるのです。もちろんこの病気は牛のような家畜にとっても例外ではなく、アフリカにはツツバエのせいで頭を悩ます農家たちがたくさんいます。ではここまでは一般的に知られているツツバエについての話だと思います。ところがこれより驚くべき事実があります。それはツツバエは卵を産まないという事実です。今ツツバエのメスの体から出てくるのは卵ではなく幼虫です。1回で1匹だけを産み、一生の間に産む幼虫の数はわずか8から10匹に過ぎません。交尾も一生の間に一度きりで、交尾の際にオスからもらった精子を貯めておいて必要な時にだけ受精させます。一度に100から200個の卵を産む小状バエと比べるとまさに180度違う繁殖方法です。実際おかしいのはツツバエの方です。なぜならほとんどの昆虫は一度に大量の卵を産み、繁殖成功率を高めるからです。このように卵体性で繁殖する昆虫はエルクダニ、ヒツジシラミバエ、クモバエカくらいで、自然界ではとても珍しいと言えます。アタルド教授はツツバエのこのような独特な繁殖戦略、つまり卵より幼虫で生まれた方が捕食者や寄生生物の攻撃からより安全に身を守れるという進化上の利点があるだろうと言いました。このように生まれた貴重なツツバエは生まれてすぐ安全のために地中に潜り、そこでサナギになった後成虫に育ちます。ところで一体ツツバエのメスはどうやって体内でこんなに巨大な幼虫を育てることができるのでしょうか。驚くべきことにツツバエはまるで哺乳類のように母乳を飲ませて幼虫を育てます。卵巣に数百個の卵を貯めるかとは違い、ツツバエは子宮で一匹の幼虫だけを育てて、幼虫はミルクグランド、つまり乳腺に囲まれており、ここではタンパク質と脂肪で構成された乳が与えられます。色も母乳と似ています。ツツバエのメスは体内で幼虫を10日間育てますが、この期間の間に栄養価が高い乳を作るため大量の乳を吸い続けます。このようにお腹が動物の血液でパンパンになるまでです。さらには吸い取った血液を濃縮させるため、このように水分だけが体の外に排出されます。ところで情報収集をしていた際、ふとこんなことを思いつきました。博士、一体この研究は何の役に立つんですか。アタルド教授はツツバエの繁殖方法を研究すると、アフリカの農場での悩みの種であるツツバエの数を減らす方法を見つけられるといいます。そのうち一つ目は細菌を利用するものです。驚くべきことに、アタルド教授はツツバエの乳腺が体内の共生細菌であるウィグリスウォルシア・グロッシニディアという細菌によって作られるという事実を発見します。そして抗生剤を使ってこの細菌を殺した際に乳腺がうまく形成されていないことを確認します。共生細菌が除去されたツツバエのメスは体内で合成されたタンパク質と脂肪を乳腺ではなく自分の体重を増やすことにだけ使うことになります。つまりグロッシニディア細菌を失ったメスは太るだけで、乳腺を作れないのはもちろんのこと、幼虫を産むこともできませんでした。アタルド教授はこの抗生剤を牛に飲ませると、ツツバエが牛の血を吸う際に抗生剤を飲むことになるので、これによってツツバエの数を減らせると考えたのです。ただしこの方法は抗生剤の誤用及び乱用による耐性の問題が発生する恐れがあるため、多方面かつ慎重に検討する必要があると言いました。ツツバエの数を減らす2つ目の方法はツツバエの交尾の特徴に答えがあります。先ほどツツバエが一生の間に交尾を一度だけすると言ったのを覚えていますか。アタルド教授は2016年の研究でその理由を突き止めました。その原因は交尾の過程でオスがメスの体に精液と一緒に注入したタンパク質でした。このタンパク質がメスが他のオスと交尾できないようにメスの排卵と生殖活動を調節していたのです。つまりもしこのタンパク質を正確に分析して大量生産し、ツツバエの生息地にばらまければツツバエの数を減らせるというのです。もちろん現段階ではアイデアに過ぎないので、この先より多くの研究が必要になることでしょう。卵ではなく幼虫を産むツツバエの生態には驚かされますが、こんなに小さなハエの乳腺の発達過程を研究し人類の健康増進に活用しようとする科学者の執念も引けを取らない気がします。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。